卒業生書簡は我が国の砦として国民の平和な暮らしと命を守り抜く尊い任務につきます。今回のコロナウイルスの対応では延べ8500人を超える自衛隊員が任務にあたり、この瞬間も各地の自衛隊病院で感染症患者の救護に当たっています。我が国を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、自衛隊にはこれまで経験したことのない任務が課せられてきています。いかなる事態にあってもことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める。その時のために一日一日に、そして一つ一つの訓練に全力を傾ける、地道な努力を積み重ね、平素からの備えを万全とすることを求めたいと思います。卒業おめでとう。